波乱の再スタート。青山優雅の宣言から始まった第二次決戦、その戦いは最強のデク不在という危機的状況から開幕し、多くの読者を魅了する神回が続きます。中でも轟翔と VS ダビ戦は轟くんの集大成で、彼の勝利はヒロアカが終わる現実を直視させました。しかしダビにはまだ隠された何かがあった。スピナーは大きくなった。梅干しが個性をちら見せした。謎が謎を呼ぶ最新話、一緒に見ていきましょう。プレスルトラどうもサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は最新話の動画になります。ジャンプ本社内も含みますのでご注意ください。では早速いきましょう。轟くん勝利の一報から始まった最新話ですが、話すことが多すぎます。マキアさん拘束前の霧島くんたち、国立タコバ競技場のセロの考察、ニヤリ爆豪、青山優雅の大ピンチ、庄司くん VS スピナー、ダビの音、梅干しの個性、ざっとこんな感じで細かいとこもいつも通り拾わせていただきます。まず冒頭に辛かったろうにと轟くんに同情を示す女性ヒーローがいました。パッと見誰やねんですが、見たことあったので探してみるとこのヒーローでした。インター編に登場したヒーローで、ひよっこヒーローを心配している、そんな立ち位置のヒーローでしょうか。そんな複雑な感謝の思いは司令部のオールマイトも抱き、涙まで流す姿がありました。オールマイト目線轟くんに対して、君なら生産できるよと励ましたぐらいで、 USJ 事件の時も神の事件の時も助けられてばかりで何もしてやれなかった、そんな自責の念を抱いているんでしょうけど、誰も気にしていないという話です。今更感がありますが、マキアさんがぶっ倒れたのは弱総合病院だったので、そこにマキアさんの拘束施設があるのも確かにって感じです。そうなると梅干しのいる群河山荘が当然近いので、もろもろ不穏なとこになってきます。第二次決戦開幕前、青山くんの宣言前からマキアさんを守っていたのはマウントレディとアシドさん、ニエタくん B 組生徒でした。合同演習を思い出すメンツです。そこに遅れて合流したのは霧島くんでした。彼の言う護衛とはおそらく青山くんの一時護衛、もしくはマキアさんのとこでしょう。そんな霧島くんの合流は言わずもがな、ギガントマキアとの因縁でしょうか。ここで決着がつくかもしれません。かなり後の方になりそうですが期待です。そんな霧島くんたちに対するは、院内先生の敵、クダ野郎です。読者目線は1年半越しの災害です。ぶっ潰してほしいとこ。今回新たな戦場が明かされました。それが国立タコバ競技場。この場所は以前のワープによる分断作戦の一環で分断された別の場所でしょう。またここは今は懐かしい仮面試験の場所でもあります。ここでおじろくんは轟勝利に対してレベルが違いすぎたって言われたのを思い出すわと語りました。これは屋内対人戦闘訓練というすんげえ昔の話で、気にしすぎでネタ細かすぎでしょうって感じです。さて問題はセロです。彼は何かに気がついているようです。柔軟な発想に定評がある彼は何かを考えているようです。この国立タコバ競技場はセロがデク&ウララカさんと大きな接点を持った重要な場所でもあります。そんなセロは堀越先生からロックオンされており、大活躍間違いなしの生徒です。また彼の憧れのヒーローはスパイダーマンであり、彼をオマージュした活躍になりそうですが、今回の最新話からセロの壁が分かったかもです。それは今回登場しなかった脱獄ギャシュリーでしょうか。このギャシュリーの名前の元ネタになっていそうなのはギャシュリークライムのちびっ子たちでしょうか。怖すぎる大人の絵本でも知られており、検索したらすぐに出てきます。この物語はアルファベット26文字のイニシャルを持つ26人の子供たちの26通りの死が淡々と描かれた話です。表紙には死神がいますが、こいつは一度も登場せず、 A はエイミー、階段落ちた、 B はベイジ、クマにやられたなど死神の周りにいた子供に様々な死が訪れます。そのため表紙の死神が脱獄ギャシュリーに当たり、スターに続くチート概念系個性かもしれません。ここからは堀越先生がお好きなアメコミの話を挟みます。興味ない方は飛ばしてください。アメコミにおける死神といえばデスというキャラが有名です。死の甘美な誘惑ということで、美女になって誘惑する死神です。この美女誘惑という単語は仮面試験でも登場したワードで、戸賀姫子が全裸でデクにアタックした事実からうららかさんの全裸を妄想し、セロは大興奮してました。またマーベルやデップに登場したデスが最新話の脱獄ギャシュリーの可能性に近い
い根拠としてサノスの存在があります。デスに恋焦がれるサノスを誘惑し、デスはサノスを大殺戮へ導きました。一方のデスはデッドプールを愛しており、嫉妬したサノスはデスとデッドプールを遠ざけようとデッドプールに不死の呪いをかけました。そんなデスと関係を持つサノスにはあだ名がいくつかあります。その一つが金玉袋です。アベンジャーズインフィニティウォーでした。そして金玉といえばオールフォーワンです。そんな関係からオールフォーワンの側近脱獄ギャシュリーは美女の死神で誘惑されたらしいアルノミというチート個性かもしれません。トトロキ君の勝利に燃えています。張り合ってくれ、頑張ってくれと言いたいとこですが、敵が強すぎる。ここは全く展開が読めません。セロたちに見えない恐怖が近づく中、青山優雅にも恐怖が迫ります。脱獄国枝、ヤバそうなやつが来ました。最高です。梅干しを欺いた者は誰一人生きてはいない。例外を生むことは許されない。確か例外いる気がしますが、例外は許されないそうです。青山優雅大ピンチ。個性も無限植物系でチートっぽい、ヤバそう。そんな壁に対して青山くんは一言メルシーと笑った。熱いキャラになってきました。これが青山劇場です。また今回青山くんはイソップのコウモリと呼ばれていましたが、これは卑怯なコウモリというイソップ寓話です。かつて鳥と獣が争っている中、コウモリは毛が生えているから獣の仲間です。羽があるから鳥の仲間ですと、卑怯なことをしていたら鳥と獣から嫌われ追いやられ、コウモリは暗い洞窟で身を潜め夜だけ飛ぶようになったと佐藤。そして何度も欺く者は誰からも信用されなくなるという教訓があり、今の青山くんにはぐさぐさコメントです。きらめきは止まらない、止められない。青山くんの活躍も楽しみです。スピナーが巨人化しました。その原因はやはり梅干しの個性だったようです。対するは庄司くんと待望の異形個性対決になります。論点は異形個性の世界との向き合い方でしょう。空っぽ代表スピナーにとってダミの炎の力も戦う意味も持ち合わせていた憧れのような存在で、これはトムラにも抱いていた感情でしょう。そして感化されパワー系の個性を手に入れ、取り繕ったスピナーは白目を向き異形集団をまとめ上げます。その姿はまるでカリスマのステインそのものです。しかしステインはこう語りました。人間の本質はそうやすやすと変わらないと。一方の庄司君は強い軸があります。 A 組の精神的支柱とも呼ぶべき男で、人間への情に熱く、勝負ごとにも真剣で、人命を第一優先、誰よりも冷静な男です。彼は轟君へ尊敬の念を向けていました。それは轟家の闇と向き合った友の姿に対してでしょう。その意図はおそらく女の子に泣かれた醜い顔を隠したマスクと向き合いたい、そんな風に思っているかもです。今後の庄司くんも大注目です。轟くんと飯田くんの熱い親友描写が入ったわけですが、かなり不穏な展開を迎えます。ダビがキーという音を発しました。これはプロミネンスバーンです。最高です。頑張れ飯田くん。エンデバーの顔を笑っちゃいました。さらに梅干しの攻撃も笑いたいとこですが、そういうわけにもいきません。この攻撃は2にかなっていることが最近わかりました。それは話を交わすだけで嘘か誠かを見抜けることが青山くんの一件で判明したからです。そして梅干しの名言来ました。ヒーローは守るものが多いよな。神の事件でオールマイトに向けたセリフでした。そのオールマイトの返しはだから負けない。この言葉は今のエンデバーなら言えます。言えますが、言えるはずですが言えないかもしれない。でも言ってほしい、戦うしかない。そんなエンデバーに対する梅干しは5つの個性を披露しました。最高です。大好き。ドリル、エイリアン、風神、炎、ドロドロのような溶岩のような岩、楽しみです。特に炎に関しては以前ドクターが炎は生命の源だともしており、重要な個性かもしれません。ダビが生きている現状、梅干しから補足説明が入りそうだったりしますが、梅干しといえば緑屋というところもありますので、どちらにせよ楽しみです。またそれぞれの個性は似た個性のヒーローが多用する可能性が高く、風神は分かりやすくホークスかもしれませんし、みんなが待っている稲佐かもしれません。エイリアンはアシドさんと言いたいところですが、常闇くんでしょうかなど妄想がはかどる最新話でした。本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。スインソーガーバイバイ。